今日は土曜日なんですけども、土曜日は私は ISM ギタリスト養成所というところで、こちらなんですけども、朝10時から12時までプロ志向の方限定でレッスンしております。そして12時から1時までトータルギターメソッドの Facebook レッスンをやって、13時から18時までまたこの5時間プロ志向の方限定でこちらでレッスンしています。で今ですね、もう69分になりますね。で今日はですね、今からライブがあるんですね。なので準備も含めてご覧に入れようと思います。私持っていくのはですね、まずギターこちらですね、アリアプロのさんのお作りになったですね、はい、ギターこれです。で今日はわざとローディー使わずに動画のネタのためなんですけども、自分で準備して自分で持っていきたいと思います。ピックはですね、今日はジャズライブで絨毯張りの会場ですので、トータルギターメソッドのリード用のピック使いたいと思います。塩化ビニールの素材の方がちょっとハイが出るので、絨毯張りの会場でフルアコでジャズライブにはおすすめだと思います。シールドはこれは私が作って大量に仕入れてですね、私の身内に配るというかありますので、ご希望の方はですね、またいつかの機会があったらトータルギターメソッドのメンバー専用に私が発注して、また大量に仕入れてみんなで買いましょう。そして弦ですね、いつも止まっていく。で、このアンプですね、アンプはこのヘンリクソン、これをケースがこんなのが付いてるんですけど、はい、こんな感じになってますね。この中にすごくいると。で今日はデュオライブですので、もうこれだけスペクターも何も持ってきません。今からタクシーはですね、 S ライドっていうこれを使ってですね、6分から9分で到着なんで呼んでみたいと思います。あの前大型持ってて、あ、大型やってらっしゃったんですか、はい、へー、ああそうなんです。大型で狭いところから。すげえ。だからあのちょっとこう、こなつのとまた違うんだから。そうですよね。お二人もいらっしゃったら大変ですよね。さあ、和田修一さんお見えになりました。よろしくお願いします。俺この映画撮りたいがために10分早く来た。和田さんと同じ、全く同じもん。私のセットアップはこんな感じになってまして、あの空間をね考慮してマッチさせた和田さんの設定がこんな感じになってます。同じも使う方は参考です。ライブの後半になりまして、和田さんが今最後の MC をなさってます。でそこだけちょっと今お客様にお時間いただいて撮らせていただいて、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。私のライブではですね、ライブ終わったら必ずお客様と簡単な時間を設けてぜひ探してですね、来てください。まあ、シークレットライブですけど、で10名ぐらいの方は必ず来てくださるんですね。今ライブが終わりました。和田修一さんと僕で違うタクシーアプリを使って呼びたいと思います。で私はですね、 S ライドとはジャパンタクシー、せーの、あ、7798、これだ、勝ち。和田です。